こんにちは。こんにちは。今日もマリア食堂で美味しいランチをいただきました。ありがとうございます。完食。ありがとうございます。今日はミキちゃんと一緒に食べに来ました。そこなんか卵が。そうなんです。一芸してくれるんですか。はい。いつも朝の10時に春菜の卵を取りに行き、新鮮な生卵を食べてもらってます。うんうん、たまにですね、珍しい卵が入ります。あ、双子。そう、その時は、はい、ゆで卵にして、双子だとね、ゆで卵にしてちょっとお出ししてるんですが、あ、こうやってこれね、剥きました今、これ剥きましたね。で、これがちょっと双子じゃなかったら笑ってください。あー、双子じゃなかった。え、1個だった。どこ？ほら、1個です。あ、2個の時があるんですよ。あ、本当？それに来たい。これね、最近ダイエットは、ちょっと風邪とかを理由に少し休んでますけど、うん、徐々には減ってます。かわいいボーリング、はい、ボール、ふなしいな。あれかわいい。かわいいでしょ。特注？いや、あれですよ、普通に売ってるんですよ。まだあと3個ぐらい出るそうですから、買うときは声かけてください。ちなみに1万5000円ですよね。あ、マイボール作るやつね。はい。で、穴開けたりして2万円ぐらい、うん、スコアいくつぐらい出すの？この前172でした。あ、うまいやん。私も昔習っとったけど。あ、今習ったんですか？ボーリングスクールで。さっきは残念な人だったで、ちょっと、これこそ2個じゃないとちょっと今日の動画が成り立たないですね。おー、2個でした。やりました、ね、なんか雪だるまくんみたいな。本当ね。たまにね、こうやってね、双子の卵が、え、どうやったらわかるの？いや、もう触った感じでですね。え、何を？卵？はい、重たいとか。あー、重たいの？で、それを食べちゃうんでしょ？そうそう、食べていい。食べていい。これ？丸飲み？卵はいいんですよ、ダイエット食に。あ、そうね、はい、加工してないんで。私ね、黄身食べきらんちゃんね。黄身が美味しい。でもね、生は食べるとよ。かわいい。すごい、ね、かわいいので、うん、これは重いとかわかるの？はい、大きいとか重いとかで。へえ。これは月に1回か2回か3回しかありません。じゃあそれ出たらラッキーやね。今日はじゃあこれ今から一旦休憩して、次は何時から？夜は7時から。7時からカラオケもあります。歌い放題、飲み放題、いくらでしたっけ？歌い放題、飲み放題は1人1,080円。はい。食べ放題がつくと4,320円で4時間です。4時間食べるか。なんか歌ってください。え、ちょっと今日ですか？ちょっと今日声がおかしいんでですね、何でもいいよ。今中森明菜さんがかかってる。あ、サンドベージュ、うんうん、歌詞が分からない。じゃあ同世代でご来店したら聞けます。あの美しい美声をただでは聞かせられません。マリア様でした。はい、どうも、またお願いします。さよなら。